今回のテーマは何かというと、もう20代までに絶対やっておいた方がいいこと、について今日はまとめます。こちらですね、ハーバード大学が行った調査でして、14歳から47歳まで、まあ、都心部にいるですね、あの人っていうのを、まあ、追跡調査しまして、ずっとね、こう、社会的にどういう風なね、こう、立場になったか、例えばお金が稼げたか、とか、出世したか、いい会社に入ったか、とか、大学にどのぐらい行ったか、とか、そういうものとか、あとはその、家庭内とかで起きた問題だったりだとか、そういったものと、あとは大人になってから以降のメンタルの安定性、メンタルヘルスの問題、こういったものを調べて、要するに10代の間のどんな行動が人間の人生を左右するのかってことを調べたというそういう研究なんですね。これはもともとメンタルヘルスの研究であるんですが、実はメンタルヘルスと人生の質って大きく関係してます。例えばあのメンタルのですね状態が悪くなるとどんな問題が起きるかっていうと、基本的にはメンタルの状態が悪くて気分のアップダウンが激しくなっちゃったりとか鬱っぽくなったりをすると、当然鬱まで行けば仕事はうまくいかなくなるとし、気分のアップダウンが激しくなるとね、恋愛が全然うまくいかなくなるんですよ。人間関係とか恋愛でもやっぱり気分のね、このアップダウンが激しすぎる人って長い関係を作りづらいんですよ。例えばまあじゃあ想像してもらいたいのが、恋人ができました。その恋人が気分のアップダウンがめちゃくちゃ激しいです。ある時には同じことをしても怒るし、ある時には喜ぶし、これも何なの分かんないってなったら、やっぱそのこれ予測可能性って言うんですけど、相手がどんな行動するか分からない人間と付き合うのって人ってやっぱすごく負担になってしまうんですよ。という風に気分のアップダウンがやっぱり激しい、要するにメンタルヘルスが悪化している人っていうのは人間関係を作りづらくなるんですね。でこの人間関係が作れないとどうなるかっていうと、人間の幸せのそのほとんどが人間関係で決まるよっていう別のハーバード大学が行った調査もあるように、やっぱり人間関係が作れないとより孤立して、でもっとメンタルが悪化して、メンタルが悪化すれば悪化するほどどんどん友達ができないから孤立して、結果、まあ、人生が台無しになってしまうということなんですよ。だからこのメンタルヘルスを、健全に保つっていうのって実はめちゃくちゃ重要なんですね。はい。じゃあ、この研究で何が分かったかっていうと、なんとですね、10代の頃、要するに20歳になるまでですね、成人するまでの間にある行動をたくさんしていた人っていうのは大人になってからもメンタルが非常に安定し、人間関係も安定したということが分かったんですよ。この行動何かっていうとバイトだったんです。そう、学生の頃、10代の頃とか子供の頃にアルバイトをしたことがあるかどうかということが、実はですね、あの将来のメンタルヘルスに大きく影響を与えるということが分かったんですよね。すごいですよね。なんでこれ起きるかっていうと、アルバイトってやっぱり、ま、学生とかと、ま、学校とかともね違うし、親との関係でもないから、どうなるかっていうと責任が伴いますよね。あ、君はこういう役割ですよと、この役割をやることによって対価としてお金がもらえますよねっていう風に、従わなくてはいけない、やらなくちゃいけない、自分をコントロールして責任を果たさなくちゃいけないって行動を学べるのがアルバイトなんですよ。だからバイト禁止みたいなことをしてる学校とかありますけど、あれね全然ダメです。バイトを禁止するよりかは、もちろんね、あの勉強に支障が出るほどバイトをねやっちゃまずいけれども、でもやっぱりある程度アルバイトをしてあげた方が将来的に責任感があって、自分には役割があって価値がある人間なんだっていう感覚を実は養ってくれるんですよ。だからアルバイトを子供にさせ体験させる、夏休みとかでも構わないでやるっていうのは、じゃあものすごくメンタルヘルスにはいい行為なんですよということはこの研究から分かったんですね。なので、あのまだ遅くないです。あの学生の皆さん、親にねこの動画見せてもらっても構わないですし、まあ、学校でねこの動画見せてね、まあ、こういう研究あるんだぞと言ってもらっても構わないんで、バイトしましょう。はい。あの別にね、あのウーバーイーツとかでも構わないので、そういうバイトすることによって、まあ、ウーバーイーツちょっと見せ値ができるか分かんないけど、バイトすることによって将来の自分のメンタルヘルスがですね、あの丈夫になって、ね、人間関係でもね、人生のね障害とかも乗り越えていきやすい人間になるということが分かってますね。ぜひ、やってみてください。ちなみにこれ高校生とかになったらバイトできると思うんだけど、じゃあ小学生中学生はどうすればいいんですかって質問が来ると思うので、一応それも言っていきます。小中学生だったら家事でもいいです。はい。まあ、親がちゃんとねルールを決めれるかどうかって問題あるんですが、家事で自分の当番というか役割が決まってて、家の中で自分の役割があってそれをしないとみんなが困る、逆にそれをやるとみんなが助かるって状況を作ってあげれば同じ状況が作れるので、まあ、小学校、まあ、中学校ぐらいまでは、まあ、家事とか、あとは学校のクラブとかスポーツ活動とか、そういう役割を担うということをしてもらって、でもやっぱり高校生以降とか、大学生とかぐらいになったら、やっぱりバイトをして自分に対してね、友達でもないし親でもないしっていう全然無関係な人と責任感というものによって結びつく人間関係ってのを持つのが多分大事なんじゃないかというのがですね、この研究のから、まあ、導かれる結論でした。ぜひ参考にしてみてください。まあ、Dラボではこんな風にですね、意外とちょっとしたことで僕らの人生っていい方向に行くこともあれば最悪の方向に行くこともあるんですよ。でこれを教えてくれるのがやっぱり心理学なんですよ。例えば若い時にどういうことをすると人生が変わる
があるのか、あるいは、年を取ってからでもまだ間に合うと、こういう行動を取ると人生が効果ありますよってことを調べた研究ってたくさんありまして、それをですね今日番組の概要欄の方から、登録できる僕の D ラボでは、解説しています。例えば若い時にやると人生が変わる8つのことっていう、動画だったりだとか、あとはやっぱりお金を稼ぎたいと思う方がいると思うんですけど、そのお金を稼げる人とそうじゃない人ってね、マネースクリプトって言うんですけど、お金に対する考え方が全然違うんですよ。こういったものも D ラボでは詳しく解説しています。ぜひですね番組の概要欄、の方からですね、D ラボ、ぜひ登録していただいて、続きは D ラボの方で見てみてください。今日はですね30代になってからこれ、ね減らせない人ちょっとやべえぞと、いう研究をご紹介したいと思います。でこれ何かっていうと、いろんなものが実はあるんですけれども、その中でも今日ご紹介するのはロチェスター大学が行った、研究ですね。あの100人の若者の幸福度を30年間追いかけて、でどれぐらいその人間の幸福度が何によって決まるのってことを調べたっていう、こういう研究なんですね。まあ、30年間ね、あの特定の人たちのね、まあ、心理状態を追うってなかなか面白い研究なんですが、これ実はね30代になってからあるものをちゃんと減らすことができていた人たちが、まあ、30代以降、まあ、40とか50とかになってからの幸福度がかなり上がったよということが分かったんですよ。これ実はですね人間関係です。はい。あの、もともとほら、やっぱり友達が多いと、まあ、幸せになりますよと、人間関係が多い方が、まあね、人って幸せになるよっていうふうに言われてはいたんですけれども、ただこれ実際20代の頃に友達が多かった人は確かに幸せになるんですよ。ところが、30を超えてから友達を増やしてしまうと、どうなるかっていうと、逆に、ちょっと不幸になってしまうと、幸福度が下がるって面白い研究が出てるんですね。だから、友達増やしていいのは20代までで、30代になったら、むしろ数よりも質が大事になるんです。だから、自分に合った友達っていうのを見つけて、その人たちとの時間をですね捻出するために、30代に入ったら友達をこう切っていく、良くも悪くも自分と会う人とだけ長く付き合うようにして、会わない人とはお互いの人生ね楽しもうと、さようならという風にやって切っていってあげないと、実はですねあの幸福度が下がるよというところなんですよ。はい。でこれなんでこうなるかっていうと、あの人生の初期、まあ、20代ぐらいまでは世の中に対する新しい情報とか新しい知識っていうのをたくさん手に入れて経験を積む必要があるんですね。こうするとやっぱり確かに20代に友達が多い方が幸せにはなるんですよ。ところが30代以降になってくるとですね、あの人生の目的が変わってきます。たくさん知るというよりかは自分に合ったものを極めるという人生に変わっていくわけなんですよ。で結果その無駄な人間関係とか社会的な関係とかしがらみっていうのを30代になってから徐々に捨てていくということができると、どうなるかっていうと、一番自分が投資すべきところに自分の貴重な時間と人間関係を投資できるので、結果ですね人生の質が高まってきますよということなんですよね。でだからどういうことかっていうと、30代とか過ぎてもなんか友達がやたらと多くて、もういろんなところに顔を出す人って時々来ますけど、あれって仕事上しょうがない人もいると思うんですが、多くの場合はですね30代になっても人間関係多いイコール自分の人生に迷ってるんですよ。自分の人生に迷っているがゆえにいろんなところに顔を出さないといけない。何が言いたいかっていうと、集中投資すべき人間関係がまだ見えてないってことなんですよね。だからねぜひ皆さんもですねそういう風な、まあ、数を絞って集中すべき人間関係にですね投資をしていくというのが30代を過ぎたらやるべきことになりますね。ぜひですねやってみてください。ちなみにねそういう人間関係どうやったら作れるかっていうと、僕 D ラボでも自己開示の放送とかやってまして、自分をオープンにして素の自分と相手がちゃんとマッチするのかどうかってことを確認していかないと、いつになっても表面上の付き合いしかできない大人になっちゃうんですよ。でこれ結構怖いので、ぜひ気をつけてみてください。まあ、こんな感じで D ラボではですね様々な人間関係に役に立つ知識とか仕事とか人脈とかでも役に立つようなですね心理学をご紹介しています。ぜひですね番組の概要欄の方から、まあ、知識のネットフリックスみたいなサービスです。いろんなね心理学の知識が学び放題ですので、ぜひ概要欄の方から D ラボを登録してみてください。